どこ？これ？うん、このちっちゃいのしかいないよ。これ誰だろう。じゃあこれ取ってほら、これさっきの。足に迫ってきてたの。頭打つ。危ない危ない。ミキ頭打つ。あ、いた。ちっちゃいな。ちっちゃい。あ、一箱分くらい取りました。3人で1000円くらいかな。時給333円です。この時期はね、まだね、水少ないんで、よっぽどいい場所じゃない限りね、買った方がいいですね。はい。はい。こんばんは、丹野寺五郎です。今日はね、ミミズを持ってきました。さあ、ちょっとね、やっていきましょうかね。今日満潮がね、昨日よりちょっと遅いんで、9時前ぐらいでしょうね、多分ね。はい。で、今、ゆっくりとね、上げてます。塩はね、胡椒だったと思いますよ。はい。さあ、やっていきましょう。ちっちゃいミミズがいっぱいいます。まあ、これで、ね、こうかね。よいしょ。遅いな。遅い。2本くらいつくよ。細すぎて頭がどっちかわからん。つけました。ちっちゃいね。2本つけた。ただいまね、竿4本出し終わりました。さあ、どうでしょう、どうでしょう、いけるかなと思うんだけどね、はい、全部ね、ミミズです、4本今日は。さあ、頑張ります。全然引かんし。釣れてたよ。一投目だよ、一投目。どう？ほら。ほらほら。おめでとう。お、師匠来ましたよ、うなぎ師匠。昨日は、ね。え？昨日も良かったね。あ、そうだね。いいのか悪いのか。もっと良くないとあれなんだけど。いや、釣れたからいいんですよ。もうちょっとね、今日早めに終わるけど。はい。頑張ろう。はい。頑張りましょう。今日は揚げ塩狙いなんでね。ね。上流の方はね、あまり揚げ塩でもね、塩が動かないんですよ。水門の手前で。なんでね。だからちょっと下がってきました。これ1キロぐらい ?1.5、2キロぐらい下がった ?2 キロぐらいかな。2キロぐらい、ちょっと中流寄りです。だいぶ違うもんね。
なった。来たよ来たよ来たよ、なってるよ。うん、乗ってるでしょあれ。乗ってる乗ってる。なんか軽そうだね。軽そうですね。え？ぐらいスムーズに負けてるけど。うん。だから軽そうだね。わお、やったー。あ、さっきより大きいね。全然違うじゃん。うん。ね。うん。いいところにかかってんね。ほら、綺麗にね。あ、この下顎にね。ね。こう針持ったらもう外れた、外れた。あ、ラストっす。外れた。2匹だ、2匹。ほら、2匹、2匹。ね。うなぎ2匹。ね。イエーイ、やった。ほら、色が違うよね。え？真っ黒とね。だろうね。ね。ね。ほら。またミミズ掘ってきた甲斐がありましたね。あ、うん。ね。もうちっちゃいので釣れるのね。まあ、ミミズですからね。うん、またちょっとやる気になった。もうちょっと、もうちょっとあれかな。ね。頑張るっていうか、なんか。ね、うん。そうですね。あ、ちっちゃこれ。ちっちゃ。ちっちゃ、ちょっと。ちっちゃいのこれ。もう一匹ヒュッとつけとこうか。いや、本当は一匹だけでもいいんだけどね。よし、はい、ふさがけです。いや、半分ぐらいだね。うん。ね。ボタンがはっきり出ないからね。そうね。まあ、スイーツって低いかね。まあ、ちょっと低いかもしれないけど、降りましたからね。ね。ね。この川にはうなぎが、量産おりますね。ね。ちょうどあの、潮目のところぐらいに今、いたでしょ。ね。あ、なんかすんげー流れてるよ。うん。結構流れてるよ。ゴミなの？市長の竿が鳴ったよ。どうなの？いや、さっきまでおとなしの構えだったのに。うん。鳴った鳴った今。今日初めて鳴りました。ピクリともまたし。あんまシーンって鳴ってるね。ダメですね。ダメだ。そうなのかな。さあ、どうだどうだ。今か。今投げ込んだばっかりだもんな。まあね。あ、来てるよ来てるよ。これ絶対来てるね。乗ってるよ乗ってるよ。よし乗った。乗った。低い低い低い。なかなか大きいよこれ。これサウマ柔らかいから曲がるだけじゃない？違う違う違う、もう重いもん。マジで重い重い重い。それでメソだったらちょっとドン引きだよ。これ重いって。ね、重い重い低いもん。いいのいってる。うわ、バレるなよ。おっぽが入ってたらどうする？おっぽ入ってないよ。え？ほらほら。きっと重いよ。ほらほらほら。わ、これは、ほらほら、上出来。やったよ、来たよ、来たよ。ほら、出るよ。ね、今日一だね。ね。今年一。今年一。まだ2回しかやってないじゃん。2回しかやってないよ。ね。わ、ほら、これが待って。うん、綺麗にかかってるわ。いや。
あ、いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ほら。ほら。ほら。ね。いいじゃん。よし。入れるよ。お、他のやつがちっちゃく見えるんじゃない？騒がしくなってきたよ。ね。うん？え？うん。いいんじゃない？ね。いいんじゃない？なんだ？ひょっと来るね。うん。ね。来たね。かなりちっちゃいし。うん。ギャンギャン。そうですね。ね、やったじゃん。やった。ね。今日も3匹。今日も3匹。ね。もうちょっと頑張ろうか。また始まった？もうちょっと頑張ろうか。もうやめようか。やめようかって言ってたね。うん、で釣れるとね。取ろうかって言ってた、ね。うん、そうそう。はい。また四匹目。四匹目。お手前がね泳いできてたね。ね。よし、ちょっと外そうか。やったー。眩しい。やったー。4本目。飲んでないよね。飲んでない。見えない。見えずで。どこにある？こっちじゃないでしょ。こっちでしょ。あ、うなぎがいないよ。え？あれ？うなぎは一匹しかいない。どこへ逃げた？うなぎはいない。うなぎを探す？うなぎいない。え？うなぎいなくなったよ。うなぎさんどこですか？うなぎさんどこですか？あ、いなくなったよ。おかしいな。うなぎさん。どこですか？あれ？いないの。お、どうした？え？四だよ。四。あ、こっちいた。あ、いた。あ、いたいた。袋の下にいた。びっくりするじゃないかお前。あ、血が出ちゃったね。うん、びっくりした。いなくなったかと思った。ちょっと映して。はい。はい。ここにいました。下に。袋の下にいた。下に2本隠れておりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は4本4本ですね。いいサイズ出たね。うん、うん、ね、あしてよかったじゃないですか、本当だね。今日はね、満潮が8時、あれ何分だったかな、8時ね50分ぐらい、54分だったかな。で今ね9時20分ぐらいです。大体ね満潮前後でね潮が止まる瞬間とかね、潮がね止まった時とかね、動き始めた頃にね釣れたような感じしますね。うん、まあ粘ってよかった。それぐらいまでね、実は2時間ぐらいか。そうだね。うん、ね、7時半ぐらいから始めたからね。まあこんな感じです。もう釣れるね。ね、そうですね。はい、この辺ではい、帰りたいと思います。じゃあ、今日はこれぐらいで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。おー、いいよ。うん、いい。あ、ちょっと血吐いてるね。針飲み込んだやついるからね。ね、はい、これね、持って帰ってね、泥抜きします。